はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、やってくのはもうすぐというか、もう次の期間で、あのフェスの予選が始まるんですよ。ソロもマルチもね、9月の11日のリーグから13日のリーグまで、まあ、予選が始まるわけなんで、まあ最強の固定を見つけなければならないというわけで、今回ですね、まあ、ソロの固定を探すために、まあ、今回はこの固定、次の動画はこの固定みたいな感じで、各ですね、自分の中で強いと思っている固定を試していって、まあ、どれが噛み合うかっていうのを探していきたいと思います。というわけで、今回第1話というか、パート1というか、は、こちらですね。まあ、この固定で最終的にやるかわかんないですけど、レドラ、バルガ。はい、ドラバルガ。まあ、どの固定が一番勝てるか本当にわからない。でも多分ですけど、レドラ絡めた方がいいと思ってるんですよ。多分ですけどね。はい。とりあえずやっていきたいと思います。というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。はい、それではやっていきましょうか。お相手が、ネコムートリーダー。今、ネコムートめちゃめちゃ強いって言われてるんで、とても気になるところなんですけど、まあ、しかもそれが、ネコムートリーダーだから、アビネコムートなんじゃないかな。コストが1下がるんだっけ、確か。で、防御と HP アップだっけ。あんまちょっと詳しくないですけど、持ってないんで、アビリティ。で、育ててないんで、そもそもまだ。さて、どうしましょうかね。ネコムートはね、あ、クレフラっすね。やるなら。ただクレフラでしか見れないな、これ。まあ、普段は悪くないですけどね。クレフラが一体召喚のところで、太っちょがね、開幕の足でしかほとんど使えないところを、しっかりとウルフ引いてるんで、キャラスではいるんですよ。まあ、あとは、バルガがやっぱ強いですけど、うわ、揃ってる。すごいな。バルガ強いですけど、ブルガとか、やられちゃうところがどうしてもあるんで、それをレドラで補ってあげて、補うというか、サポートしてあげて、どうなるかって感じですね。ここはね、わ、オジハウ？うわ、相手揃ってないじゃん、オジハウ。とりあえずここを倒した。そしたらもうバルガ行っちゃいましょうか。やっぱりネコムートアビリティがついてますね。おっと、ネコムート固めてる。で、これ回されるな。したら、ね、横ずらしてあげて。OK？ さあ、しっかり回されないようにね、立ち回りましょう。で、ネコムート1体ミスってますね、お相手。ブルガを固められちゃいましたけど、ただネコムートはミスってくれてるんで、悪くはないかな。ただ、バルガがゴリゴリに削られてる。そして、ヘーダーも出てくると。うわ、ニャンコ砲打たれる。そうだ、ニャンコ砲、今回ですね、まだニャンコ砲があるんですよね。ニャンコ砲打たれたら練習にならないな。まあ、しょうがない。なんかいっぱい出てきた。とりあえず干渉もらいましょうか。ブルガをストップさせて、バルガを倒すっていうね、ブルガを前に出せないっていう戦法をさせられて、あ、まあ、してきましたけど、なんとかね、うまいこと、剣士で避けれて、で、ウルフをね、剣士で釣って、なんだ、なんとかなった感じでブルガを前にやって。さあ、やっていきましょう。2戦目、相手、フレーム持ちのキメラリーダーですね、アビキメラ。いやー、ネコムート、ね、強いとは思うんですけど、まあ、さっきはネコムートが活躍する感じじゃなかったですね。ブルガとウルフだけロックすればよかったのに、ネコムートも出しちゃったから、ネコムートが届いてなかったですね。まあ、ラッキーラッキー。そして、ここでやっていきましょう。アビキメラ。まあ、やっぱよく出てくるキャラなので、どう戦うかですね。まあ、キメラバルガ、キメラブルガが多い印象。いきますか。まあ、バルガが多いところもあるので、ウィッチを一応引いといて。まあ、ブルガは、レドラでやるしかない。さあ、 OK 飛ばしたんで、まあ第3取れるでしょうと。で、第3取ったらこれキラリ置こうかな。こうね、この位置切ってあげれば、その後また前行くんで、キラリが多分これ剣士1体だけでも見れるんじゃないかな。 OK、 悪くない。その魅了は悪い。なんで、ウィッチ行きましたけど、まさかのここで、キラー B がちょっと寄ってきちゃう。そうするとね、ウィッチ狩られるんですよね。ウィッチ殴り負けるんで、しっかり抑えてあげましょうか。
倒しはしたがよろしくない展開もバレがいきましょう。本当はあんま起きたくないけど、不当直剣士壁で置く。おやつ2個落としてくれば最高で、この時点で相手がブルガを切ってこないってことは、もしかしたらブルガじゃない？ここは見えるね。ここキラー B 置いてあげて、さあここね、なるほど。じゃあもうレドラで、ここはもう倒すしかないですね。さあ OK 倒せ、 OK、 でかいでかいでかい。ただあーでもでかいですねこれ、でかい。これが強いんだよ、バルが死なないかったらもう最高で、プリカ出てくるかもしれないけど、たまにコースないんで、ここで最前線にキラービーど真ん中置いてあげて、プリカどこに出してもカバーできる位置で、麻痺ってくれれば完璧。麻痺なかったらこっちのキャラやられちゃうけど、バサカ頑張ってる。いいっすね、いい感じ。ブルドラか、そっか、キメラブルドラも強いもんな。そう、ナイス。次やっていきましょう。さて、また同じ方が入ってきてくれましたね。キメラリーダーで、裏ブルドラでしたね。ブルドラなんで、まあ、なるべくね、バルガから切りたくはないんですけど、まあ、切らざるを得ない状況もあると思いますので、そこはしっかりと、まあ、見極めて使っていきたいと思います。で、引くキャラも対空キャラは引かなくてよくなった、よくはなったけど、あー、なんかバランスがいいんでいきますか。まあ、今回ね、相手がもうブルドラって分かってますけど、もし万が一相手がバルガとかであったとしても、まあ、チビブルがいるよと。で、まあ、いろいろと抑えやすいハーピーとコングもいるし、まあ、取り手削れるのはね、コラボ根っこしかいないんですけど、取れるか分かんないんで、もう一体検証しておきます。取ったら下にバサカが集まんないか。うわ、取られちゃった、マジで。で、吹っ飛ぶよね。これちょっと嫌っすね、この状態。さあ、これアラルちゃんがチャーして吹っ飛ばして、吹っ飛ばしてきたらコラボ猫でシャークを逃がさないようにする。 OK で、ここはハーピー一回置いてあげて、次のハーピー来るはずなんで。おっと、ただこれちょっとコスト使わされるの嫌っすね。あ、ただハーピーが強いな。オッケー、押さえてあげてるけど、やられてしまう。さあ、こっからっすね。あ、なるほど、バーサーカーもいるのね。待って、やられてる。とりあえず OKOK、 今のところ悪くはない。果たしてここから止まるのか、こっちのバルガが。チビブル頑張ってますね、だいぶ。これ止まらないんじゃないの、バルガ。さあ、コングでしっかりとね、バサカは抑えて。コングが結構いい仕事してますね。あ、これ止まんないっすね。対空引けなかった感じだな。コングがだいぶ頑張ってるな、珍しい。さあ、いい感じに完勝。あ、待って、やっぱコラボ猫強いっすね、マジで便利。7体足、火力もちょいちょいあって悪くない。さあ、次やっていきましょうか。さあ、ラストやっていきましょう。ラストはレドラミラーですね。レドラのミラー、お相手が何使ってくるか分かりませんけど、レドラの裏はまあ本当に何でも予想できる、予想できるってか予想できないです、逆に言えば、クイーン B、バルガ、ブルガで、そしてケットシーとかの中型タイプ、もう何でも出てくるですね。あー、いや、まあでもどうなんだろう、足キャラ2枠じゃなくて1枠がいいな、できれば。あ、行きますか。
おにんこバイク。最近またバイクが復権してますよね。まあ、虹バッジの追加も多分あると思うんですけど。虹欲しいな、バイク。強いもんな。さあ、やっていきましょう。どういこうかな、バイク。うん、オッケーオッケー。とりあえず上バイクだけで下置かないでもいけるかな。もう間に合わない。まあ下取れればとりあえずいいか。そっちじゃないと取ってほしいな。あ、まあ取れればいいや。なんでもで、ここも剣士を抑えて、で、豆バイクが襲いかかる。いいんじゃない。あ、オッケーオッケー、いいよ。取っていく、素晴らしい。したらもうバルガ行っちゃいましょう。本当はあんまこういう動き方したくないけど、ここでフラで。で、レドラ貯めて。いや、これレドラ前行くか。バルガ絡めちゃうけどな。ブルガ倒さないといけないんで、これ。先に。で、これでレドラ前行ったから、この後殴り合うんで、バルガやられちゃいましたけど、レドラ体力残って、はい、前線にいるんで、まあいいでしょう。問題この後っすね。まあそうですよね。レドラが狩られると思うんで、で、これで剣士無駄にしてあげて。まあ、あとはお相手がどう来るか、おにんこ出しながら、一体豆拾っちゃおう。B、ゾネス。あー、間に合わなかった、くっそ。これな、カニじゃなくてゾネス来るかなと思ったんですけど、タイミング合わして、なんとかなんないかなと思ったんですけど、まあ、あれでゾネスは終わりっすね、とりあえず。まあ、勝ったでしょう。あとは跳ね返しに対してどこまで頑張ってビートルが活躍できるか分かりませんが、まあとりあえずバイクを合わせてね。バイクの通常攻撃自体は跳ね返せなかったはずなんで、勘違いしなければ、まあきっと勝ってくれることでしょう。うん、悪くない。よいしょ。悪くないですね。悪くないけど、バルガどうなのかな。とりあえず今回はいい感じでしたけど。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。今回ですね、レドラバルガで4戦やってきました。レドラと、バルンガールさんですね。はい、まあ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 組み合わせの相性はねすごいいいとは思うんですけど、まああとは相手がバルガンチをね引いてきてる時とか、バルガンチキャラを固定してる時とかがどうなるか本当に気になるかなと思います。で、まあ今回は悪い感じではなかったけど、ちょっとまだなんとも不安が残る。どうなんだろうな、何がいいんだろうなっていう感じ。あとシャッフルなのかな。シャッフルで絶対に負けないような、なんか安定するキャラっていうよりは、こいつ引いときゃ負けないよみたいなキャラをいっぱい引いた方がいいのかな。例えば血統師とかディケールとか引いた方がもしかしたらもうちょっと安定感は増すのかな、わかんないですけどね。まあ、とりあえずいろいろと試してみたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。